戦争しない紙。戦争って何だ。昨日まで仲が良かった隣の友達。ここに線が1本あるだけで、たった1本線があるだけで、憎くもないのに戦わなければいけない。理由もないのに戦わなければいけない。理由がない。いや、理由は何か。家族を守るため、友を守るため。じゃあ、また明日。実感がない。別に自分が悪いわけじゃない。言われたい、言われたからやっただけで。自分からやりたいと思ってるわけじゃない。なんでこうなったの。わからない。ただ僕は目の前にいる友達に銃口を向けている。昨日まで一緒に帰っている友達に銃口を向けている。たった一本の線だ。銃口を向けている。なんで戦ってんの。わかりません。わからないのに戦ってんの。はい。相手が憎いの。いえ。じゃあなんで戦ってんの。わかりません。そこに線があるからだよ。前から線はあったの。いえ。線を引かれちゃったんだね。よし、わかったわかった。じゃあ、ジャケットの方の彼の方に一回さ、行ってみて。ほら。はい、向こう行って、向こう行って。はい、はい、はい。オッケー。君たちがいる側は、薄塩派ね。やっぱさ、ポテトチップスは薄塩でしょ。どうしても、薄塩が食べたい食べたいって気持ちをすっごい膨らまして、まあ、君たちの好みはもうこの際置いといて、薄塩が好きっていう設定ね。いい？他の味は邪道だ。他の味なんてもう絶対に食べたくないと思って、いい？そういうつもりで、はい。薄塩味の好きなところ、言ってみて。早く、言って。塩かけ。自分はそのさっぱりしてるところが好きかな。なんかいまいちだね。なんかさ、もっとさ、薄塩大好きって思って、もっとさ、好きな気持ちを前面に出してさ、もっと本当に好きなつもりでさ、本当に好きな設定でそこにいて。いい？本当に好きなんだよ。薄塩大好き。よし、じゃあ薄塩の好きなとこ行ってみて。濃すぎないのは前提で、だけど薄すぎないからめちゃめちゃ食べやすいし、取る手が止まらない。あとみんな好きっすよ、薄塩味。自分はその塩だけでシンプルでできているっていうのところが好きだし、あと塩だけだからじゃがいもの本来の味が感じられて、そういうところが好きです。おお、いいねいいねいいね。もうちょっと行こう。もうちょいあるでしょ。もっとほら好きなんでしょ。もう大好き大好き、薄塩大好き。ほいほい。薄塩ってやっぱりめちゃめちゃ前からあって、幅広い世代に食べられてて、それだけみんなその味が親しまれてるから、それがもう薄塩の強みだって。おー、なるほどね。あと薄塩って、値段が安くて買いやすいし、シンプルだから幅広い年代がなんか人気のある、商品だと思うんですよ。なるほどね。オッケー。じゃあいいや。よし、じゃあ一回逆サイド来て。逆サイド。ほい。移動して、早く。ほい、ほい、ほい、ほい。よし、じゃあこっちは、コンソメパンチね。こっちがコンソメパンチね。
コンソメパンチ大好き。コンソメパンチ大好き。よし、じゃあコンソメパンチの好きなところ言ってみて。はい、どうぞ。意外と塩辛くない。自分はスパイスが効いてて、病みつきになるところが好きです。コンソメパンチさ、食べたことある？あります。もっとさ、好きなところ全面に出して、もう情熱とかさ、パッションとかさ、もっとドバーッとさ、好きなとこ出してよ、もっと。はい、どうぞ。コンソメって、みんなの求めてる、お菓子に求めてる、ジャンク感とか、ジャンキーな感じ。けど、それでいて下品じゃなくて、コンソメって親しみのある味で、すごくそこがコンソメのいいところ。ああ、なるほどね。はい、もっと。コンソメはなんかその、やっぱスパイスがインパクトあって、その、やっぱ最初に食べた時と最後に食べた時の後味がやっぱ口の中に広がって、その後その後にも残るから、また食べた後も楽しめるっていうのがすごく自分は好きです。おー、いいね、いいね。食べたくなってくるね。いいよ。もっと来い、もっと来い。もう分かった分かった。いいよ。じゃあさ、とりあえず、一回じゃんけんしてみ。じゃあ、肩を手を挙げて。おし、じゃあ肩方向こう行って。はい。はい、線越えて、OK。よし、じゃあ、ジャケットの君は、薄塩側ね。はい、ジャケット着てない方、コンソメパンチャーね。じゃあ、自分の好きな味を相手に、とにかく思いを伝えて、相手が自分の味を好きになってくれるように説得してみ。はい、どうぞ。コンソメ味ってさっきも言ったけど、すごくお菓子としてジャンキーだけど上品さがある。でその中にコクがあって、なんか層があるような味の層が、でそこがなんか深みがあってめちゃめちゃ美味しい。コンソメパンチ美味しい。薄塩味はね、さっきも言ったけどやっぱシンプルだから、ジャガイモ塩だけできてて、ジャガイモの本来の味が引き出されてるね。だからやっぱシンプルってさ、幅広い年代からさっきも人気って言ったけど、すごく味もしっかりしてて、すごく薄塩は美味しいと思う。なんかぬるいな。なんかさ、もっとさ、自分の情熱とかさ、もっと内側から出る、なんか伝えたいものとかでさ、しっかり伝えて、相手をさ、自分の側に取り込まなきゃいけないんだよ。だから、言ってみればさ、相手の周期を変えちゃうみたいな、回収させるみたいなさ、もっとさ、自分の中からさ、相手をどうしてもこっちに寄せるってさ、やってみて。コンソメって、コンソメパンチって、やっぱ味濃いじゃん。で結局、味が濃いのが一番うまいんだ。やっぱり、薄いって言っても、結局一番濃いのがうまいんだ。コンソメパンチがうまい。いや、でもね、塩も、薄い塩っていうだけあって、ちゃんと塩分もちょうどいいし、塩加減がちょうどいいっていうのも本当にすごくいいところですらしい。しかもあれね、塩分取りたいとか、夏とか塩分取りたいなと思うとき、薄塩を食べれば塩分も取ることができるから。おい、続けて続けて。いいよいいよ。回収させられたら俺から1万円あげるよ。相手を回収させられたら俺から1万円ね。その代わり、負けた方は俺に1万円払うんだよ。いいね。1万円だ、1万円。大きいだろ、1万円。1万円だぞ。ほら、相手を回収しないと。やる。やる。どうしよう。ごめん、じゃあ、そっちからでいい？まず、牛塩って、ランキングで言うと、大体、1位なんだよ、牛塩って、ドレッジの中で。しかも、牛塩って、でやっぱシンプルだから何度食べても飽きないんだよ。いやそのさっきからシンプルとかさ、うん、素材の味とか言ってる、うん、じゃあ素材の味が結局一番美味しいんですかって、芋、じゃがいもと塩、じゃがいもと塩じゃん。それだけ。でもさ、いやだからそのねじゃあ聞いて、まず聞いて、まずそれだけじゃん。たったそれだけなのよ。
で、それが結局シンプルなのがみんなうまいよねって言ってるから、なんとなくそれがうまいように思ってる。それだけ。いやいや、お前はちゃんと向き合ってない。いや、ちゃんと食べて美味しいと思ってさ、あのみんなランキングで投票してるわけ。向き合えよお前ポテチ。いや、向き合ってるよこっちは。はいや、向き合ったらね、分かるはず、分かるはず。あの、コンソメ続けて続けて、そうだよ。食ったことある？いや、食ったことあるでしょ。下の方分かるでしょ、うまいんだから。相手がかわいそう、相手がかわいそうだよ、こっちに引き込まないと。よし、頑張れ。1枚だぞ、1枚だぞ。だから、言ったじゃん。だからその、さっき言っただろ、その前、あのランキングで1位だって言ってんじゃん。じゃあ、果たして、あのランキングで1位だから、じゃあそれが一番うまいの？みんな、あ、薄塩うまいよね、じゃあ薄塩食べよっかってので、なんとなく薄塩のことが好きで、なんとなく薄塩を食べてるだけ。だからこれが結局、なんとなくのアンケートになる。いや、違うよ。だからみんな美味しいと食べて、話聞けつねん。いや、そっちが聞けよ。だから、言ってんじゃん。その、薄塩がね、薄塩が、ね、果たして、その、美味しいのか。そこの、あの、好きな人数ランキングも比例しないか。よく考えてみ。ね。だから、人数が多かったら、ね、人数が多い方が正しいんだったら、いまだに地球は平らなままよ、それは。大多数の意見に流されるよ。コンソメが一番の。いや、あのね、言わせてもらうけど、コンソメ大体ね、あれだよ。あの、後味とかが残ってさ、その、はっきり言うけど、なんか、嫌だよね、なんか。いや、だから、そこがいいんじゃん。薄塩はさ、何度食べても飽きないし、いや、その、薄い塩っていうのも本当にいいところでさ。いや、でも、何度飽きても、もう何度食っても飽きないって言ってるでしょ。今度飽きても、あれでしょ、食うんでしょ。したらさっき言ってた健康とかどう思うの？健康考えてたら、まずポテチ食うな、お前。いや、コンソメは、コンソメはね、ずっと食べてて飽きるの。いや、ね。いや、したらいいじゃん。ね、あの、飽きたなって思ったら食べたんですね。健康じゃん。いっぱい食うより健康よ。じゃあ、寿司屋の方が絶対に美味しいに決まってんじゃん。え、待って。いや、分かるはず。ちゃんと考えれば分かるはずよ。じゃ、あの、いいよ、その少ない脳みそ聞いてやるよ。なんでよ、少ない脳みそってよ。いや、分かるでしょ。こんな簡単なことだから、みんな簡単に考えられるけど、まあでも、ギリギリかな、ギリギリ。ギリギリってなんだよ、こっちがバカみたいじゃない。いやだ、もうダメだ。もう、いやだ、もう、あれだ、薄塩食いすぎてる。あ、ふざけんなよ、あれは。なぁ。てか、超逆に言うけど、コンソメ食いすぎてちょっと頭がおかしくなってんの。何お前の方がおかしいよ、お前。そうで、お前の方がおかしいよ。もう、わかった。もう無理だ。もうお前とも話せない。話ができない。いいよ、もうやっちゃうけどいい。やればいいだろ。マジでいい。やるけど。やれ。マジでやるよ。やれ。本当にムカつくな。話聞かねえお前が悪いんだろ。こっちちゃんと聞いてんだろ。ふざけんじゃねえぞ。なんで喧嘩してんの？いや。相手の味嫌い？はい。はい。嫌いです。よく考えて、本当に相手の味が嫌いなの？嫌いです。説得はしたいんだよね。はい。え、俺に言われたから説得してんの？はい。じゃあ本当はどうしたいの？喧嘩はしたくないです。でも相手は説得しなきゃね。はい。はい。言葉で説得できないの？はい。はい。じゃあやっぱり構えるしかないね。線を引くこと、内と外を分けること、内を守る。線を引かないことは区別をなくすこと。しかし、すべてが一つとなって誰かのものもみんなのものになる。自分の存在が、自分の境界が曖昧になる。よって線を引かないことは難しい。線を引けば争いは生まれ、線を引かなければ自分を見失いがちになる。自分が存在しなくなるのは怖いから。人は安易に線を引く。楽。自分をきちんと確立することができれば線など必要ない。自分の意見も言えず、ただ言われるがままに立ち位置を決められ、何かを守るために誰かの代わりに戦う。自信が持てず安易に線を引いてしまった誰かのために、こうして友達と自由を向き合う。誰もが知っている、
こんなこと愚かなことだ。馬鹿げていると。しかし、誰もが知っている。歴史は繰り返されるのだと。人は弱く、流されやすく。誰かが決めてくれれば、その方が楽だから。悪いのは僕じゃない。僕でもない。悪いのは。悪いのは。誰なの？本当は自分かもしれないし。わからない。少なくとも僕は悪くない。悪くない。悪くない、悪くない。相手が悪いかもしれない。それでいいの？それとも上の人たちが悪いのか。え、答えは？誰が悪いの？それでいいの？考えなくていいの？誰が悪いの？ねえ、悪いのは誰なの？え？答えは？誰が悪いの？